昔々シンデレラひろゆきと呼ばれている、美しく心の優しいひげを生やしたがる青年がいました。シンデレラひろゆきのお母さんは亡くなり、お父さんは新しいお母さんと結婚しましたが、2番目のお母さんはとても意地悪で、さらにその連れ子である義理の兄ひげおやじからもそのかっこよさを妬まれ、掃除、洗濯、食事の支度などすべてシンデレラひろゆきがやらされていました。なんだろう、掃除とか適当でよくないですか。ある時、この国のお姫様が舞踏会を開くことになり、義理の兄ひげおやじはスーツを着て頭にタオルを巻いてお城へ出かけていきました。シンデレラひろゆきも行きたかったのですが、もちろん連れて行ってもらえず、一人残され暇になったシンデレラひろゆきは家でゲームをしていました。まあしょうがないよね。僕は基本引きこもりなので。するとシンデレラひろゆきの目の前に魔法使いが現れ、泣かないでシンデレラひろゆき、私が舞踏会へ連れてってあげるわ。僕忙しいので、リモートじゃダメっすか。ドローン飛ばすとか、なんだろうね、アメリカで無人バスの試運転があって、まあ、試験運転ね、試験運転があって、それで道路を横断する自転車に乗ってる人とかを引いちゃったみたいなのがあったんですけど、この時アメリカ人とかって、まあ最初はそんなもんだよね、とかって許容するんですけど、日本って、ほら、なんかやっぱり無人は危ない、規制だってしちゃうので、なかなか話が進まないんですよ。なのでドローンも禁止みたいな流れになって、でも他の国はドローンの開発を進めてるので、中国とかともますます差がついていっちゃうんじゃないかなと思ったりもしてます。はい。シンデレラひろゆきがごちゃごちゃ言っていましたが、魔法使いは魔法の杖を振り、素敵なタキシードを用意してくれました。それからシンデレラひろゆき、畑でかぼちゃを取っておいで。かぼちゃ？なんすか？かぼちゃって。かぼちゃである必要あります？魔法使いは面倒くさくなったので、野菜なら何でもいいよと伝えました。シンデレラひろゆきがどっかの畑からかぼちゃをかっぱらってきました。魔法使いがそのかぼちゃを叩くと、かぼちゃがどんどん大きくなり、なんと黄金の馬車になったではありませんか。なんだろう、普通に考えてありえないですよね。まだまだこれからよ。馬車を引くには馬が必要よ。そこにハツカネズミが6匹いるわね。ハツカネズミ？ハツカネズミである必要あります？魔法使いは面倒くさくなって、何の種類のネズミでもいいからと伝えました。魔法の杖でそのネズミに触ると、ネズミはみるみるうちに立派な白馬になりました。それから大きな灰色のネズミを1匹連れてきて、このネズミは、そういうと今度は立派なおひげをした太っちょ運転手に早変わりです。シンデレラひろゆき、次はトカゲを6匹集めておくれ。トカゲ？わかりました。トカゲ、はい。シンデレラひろゆきは集めた大量のトカゲを魔法使いの前にぶちまけました。すると魔法の杖で瞬く間にお供の人になりました。ほらね、ドレスに馬車に、白馬に運転手にお供。さあシンデレラひろゆき、これで舞踏会に行く支度ができたわよ。それからこのガラスのクロックスを。そう言って魔法使いはシンデレラひろゆきにかっこいい素敵なガラスのクロックスを渡しました。なんだろう、ガラスとか危ないし重いのでやめてもらっていいですか。魔法使いは軽く論破されてしまい、ゴム製のかっこいいクロックスに変えました。美しいタキシード、かぼちゃから作った豪華な馬車、きらめくゴム製クロックス、シンデレラひろゆきはまんざらでもなさそうでした。へー。最後に魔法使いはシンデレラひろゆきに一つだけ注意を与えました。12時を過ぎれば馬車もタキシードも魔法が解けて元の姿に戻ってしまうから、必ず12時までには戻ってきなさい。走りやすそう。わかりました。必ずこう
12時に戻ってきます。はい。シンデレラひろゆきはまあ遅刻するだろうなと思いながら舞踏会へ出かけました。さて、舞踏会に着いたイケメンシンデレラひろゆきはたちまちみんなの注目の的となり、お姫様もシンデレラひろゆきのかっこよさに気づき、シンデレラひろゆきを踊りに誘いました。私と踊っていただけませんか？なるほどな。僕お酒飲まないと踊れないんですよ。シンデレラひろゆきはお姫様と夢のような時間を過ごしているうちに時の経つのも忘れてしまい、気がつくと時計が12時を打ち始めています。魔法使いとの約束を思い出したシンデレラひろゆきは魔法使いに LINE で、すいません、遅れるんで魔法またかけてもらっていいですかと送りました。まだシンデレラひろゆきがどこの誰だか聞いていなかったお姫様は引き止めようとしましたが、シンデレラひろゆきはあっという間に消えてしまいました。床にはシンデレラひろゆきが履いていた美しいゴム製クロックスが片方だけ残されていました。お姫様は何とかしてあの舞踏会のシンデレラひろゆきを探し出そうとお触れを出しました。ゴム製クロックスがぴったり合う男性を自分の夫にするというので、身分の高い男性が次々にゴム製クロックスの靴を試してみましたが、クロックスがぴったり合う男性は誰もいません。お姫様の使いはシンデレラひろゆきの家にもやってきて、兄のひげ親父も靴を試しますが無駄でした。ガチで無駄でした。そこへシンデレラひろゆきが進み出て、お姫様の使いに身振り手振りを加えながら、それ僕のクロックスですね。何をバカなことを言っているんだ。ひげ親父は言いましたが、お使いはシンデレラひろゆきにも履かせてみると、クロックスはまるでひろゆきのために作ったかのようにぴったりでした。お使いはこの方こそお姫様の探しておられた男性だと言ってシンデレラひろゆきをお城へ連れて行き、シンデレラひろゆきはお姫様と結婚して いつまでもだらだらと幸せに暮らしました。へー。町の人々はベーシックインカマーひろゆきと呼んでいたそうな。That's it.